エアバス A320 ジェットスターのエアバス A320 から200を上方から見るエアバス A320 は、欧州のエアバス社が開発、製造している、単通路の総発ジェット旅客機である。A320 を、基本型として、長動型のエアバス A321 及び、単動型のエアバス A319 とエアバス A318。 が開発され、エアバス A320 ファミリーを構成している。A320 ファミリーは2世代に分けることができ、当初型は A320CEO ファミリー。エンジンを刷新した第2世代は A320NEO ファミリーと呼ばれる。A320CEO は1988年に、エールフランスにより、A320NEO は2016年に、 ルフトハンザドイツ航空によりそれぞれ初就航した。A320 は旅客機として世界で初めてデジタル式、フライバイワイヤ操縦システムやサイドスティックを採用し、エアバス機の新時代を切り開いた。米国メーカーの単通路機と世界で競合しながらシェアを拡大し、エアバスを二大航空機メーカーの一角に押し上げた。A320 は 低翼配置の主翼化に左右一発ずつターボファンエンジンを装備し、尾翼は低翼配置、後着装置は前輪配置である。全長は37.57メートル、全高は11.76メートル、全幅は最大で35.80メートルである。最大離陸重量は66トンから77トンで、最大巡航速度はマッハ0.82である。 2018年末までの総能ニュースは A320 単体で5213機、A320 ファミリー全体で8525機である。2019年10月現在 A320 ファミリーの関係した機体損失事故及び事件は航空事故が30件、テロ等の事件が7件、その他中期中の火災等によるものが7件発生している。 30件の事故により951人、7件の事件により441人、1件のハイジャックにより犯人が死亡している。A320 単体では航空事故は25件、テロ等の事件が5件、その他中期中の火災等によるものが6件である。11件の事故により計816人、2件の事件により計216人死亡しているほか、 ハイジャック一件で犯人一人が死亡している。以下、本校では、ジェット旅客機については、一部社名を省略して、英数字のみで表記する。例えば、エアバス A300 であれば、A300、ボーイング737であれば、737、ダグラス DC-9 は DC-9 とする。 米国の航空機メーカーに対抗するため、欧州の航空機メーカーは1970年12月に企業連合エアバスインダストリーを設立し、世界初の総通路創発ジェット旅客機となる A300 を開発した。A300 は1972年10月に初飛行し、1974年5月に路線就航を開始した。 続けて1980年代前半にかけて、エアバスは A300 の発展型となる A310 や A300 から600を開発した。A310 や A300 から600は、いわゆるグラスコックピットを採用するとともに、システムにコンピューターを導入して自動化することで、操縦士2人のみで運行可能なアイドボディ機の先駆けとなった。 こうしてエアバスは一定の成功を収めたものの、すでに米国のボーイングやマクドネル・ダグラスは、単通路機からワイドボディの長距離機まで圧倒的な製品群を展開していた。これまで、総発ワイドボディ機という独自路線で他社との競合を避けてきたエアバスだが、旅客機メーカーとしての確固たる地位を確立するためには、米国メーカーが独占する市場に参入して、 積極的にシェアを獲得する必要があった。一方その頃、単通路機市場では150隻級の新型旅客機が求められつつあった。727や737から200、DC-9、BAC-1 から11、手動カラベルといった中近距離用の中小型機を更新する時期に差し掛かりつつあった。それに加えて、 航空旅客需要が順調に伸びており、150席級の旅客機は今後20年で3000機の需要があると見込まれた。各国の航空機メーカーはこの市場を狙って熱心に新型機の研究を行った。欧州のメーカー間でも単独あるいは共同事業での開発構想が複数立ち上がった。また、米国の航空機メーカーは エアバスコンソーシアムの切り崩しを図り、欧州の航空機メーカーに共同開発を持ちかけた。米国メーカーによる切り崩し戦術の効果は限定的で開発構想が実現することはなかった。むしろ、米国に対抗する機会を逃す前と欧州のメーカーは新たな共同開発プロジェクトを1977年に立ち上げた。このプロジェクトは、 JET と名付けられ、参加メンバーはエアロス s p a c MBB, VFW フォッカー、そしてブリティッシュエアロスペースであった。JET 計画はエアバスと別のプロジェクトとして進行していたが、参加メンバーの大半はエアバス構成メンバーであり、唯一エアバスに不参加だった BAE 社も1979年にエアバスに加盟した。これにより JET 計画は、 エアバスコンソーシアムに継承され、単通路を意味する SA 計画と名付けられた。SA 計画では、SA1 から SA3 まで3種類の機体案が作られ、座席数は、それぞれ125席、150席、180席とされた。航空会社の反応を踏まえ、エアバスは150席級の SA2 に注力する、こととし、 1981年2月に機体名を A320 と定めた。この頃1979年の第二次石油危機により燃料価格が高騰し航空会社は燃費対策に追われていた。米国のデルタ航空やユナイテッド航空は燃費性能に優れた150隻給料各機の要求仕様をそれぞれ策定した。これらの要求にまさに合致するよう A320 の使用がまとまった。エアバス参加国でも、イギリスのブリティッシュエアウェイズやドイツのルフトハンザ航空は A320 に消極的だった。ブリティッシュエアウェイズは、保有機の入れ替えが急務となっており、これから開発する A320 では間に合わないと判断して、ボーイング機を発注した。ルフトハンザは150隻級、ナローボディ機よりも、 長距離路線向けワイドボディ機の開発を優先するよう求めた。一方で、エールフランスは A320 計画を歓迎し、1981年6月のパリ航空省においてオプションを含め50機を発注すると発表した。フランス政府も A320 の開発費の負担を約束した。エールフランスが早々に発注を決め潜在需要も、 確実視されていたにもかかわらず、A320 の正式開発が決定するまで、ここから3年を要した。苦しい財政状況にあったドイツ政府とイギリス政府が、開発費負担に難色を示したためである。特にイギリスの状況は複雑であった。航空機エンジンメーカーのロールスロイスが参画し、イギリス政府も出資していた。 A 日共同開発エンジンの先行きが不透明となり、新しい開発計画に転換するための追加出資を求められていた。新たな計画は、日本とイギリスを含む5カ国の国際共同事業で、インターナショナルエアロエンジンズ社を設立し、V2500 を開発するというものだった。V2500 エンジンは、A320 の搭載エンジンとして有望視されており、 エンジンを商業的に成功させるために、イギリス政府は A320 へも出資を迫られた。やむを得ず、エアバスは、日本やカナダにも参加を呼びかけたが、日本は当時ボーイングとの共同開発構想があった。ため断り、カナダも採算が見合わないとして、ギリギリのところで参加を見送った。このような状況下で、1984年の初めに、フランスのミッテラン大統領、 イギリスのサッチャー首相、ドイツのコール首相が会談し、A320 への直接、間接の金融支援を行うことが確認された。それを受けて、同年2月に、ドイツ政府は必要経費の90%に、相当する15億マルクの支出を決定した。イギリス政府も、苦慮の末、エンジンと機体の双方への出資を決めた。ただし、 A320 については4億3700万ポンドの当初要求に対して2億5000万ポンドの出資とし、不足分は BAE 社が自己調達することとなった。ようやく資金の目処がついたことで1984年3月2日、エアバスは A320 の正式開発、製造を決定した。この時点までに、エールフランスに加えて、エールアンテール。 ブリティッシュ・カレドニアン航空、アドリア航空、キプロス航空の5社からオプション含めて96機の受注を獲得していた。フライバイワイヤー営業活動と並行して機体の設計も進められた。A320 の操縦システムには旅客機として世界初となるフライバイワイヤー技術が本格導入された。フライバイワイヤ方式ではパイロットの操縦操作は 電気信号に変換され、コンピュータに入力される。そしてコンピュータで計算処理された結果が、電気信号として各操縦翼面のアクチュエーターに伝達される。これにより、従来の操縦装置で、コクピットから操縦翼面までをつないでいたケーブルやロッド、プーリーといった機械部品を削減でき、機体重量や整備負荷を軽減できる利点がある。 旅客機のような機体サイズで、機械式の操縦装置を用いる場合、操舵力を適切な範囲に収めるためには、大型の操縦輪を正面に配置する方式が適している。これに対して、フライバイワイヤーの場合は、操縦入力を電気信号に変換することから、操縦管の形態や配置の自由度が高くなる。そこで、A320 では操縦輪に変わり、 サイドスティックが採用された。サイドスティックは操縦室の左右に配置され、機長は左手で、副操縦士は右手で操作することとなった。操縦室はいわゆるグラスコックピット化され、軽機類は6面の CRT ディスプレイに集約された。フライバイワイヤーやサイドスティックの全面採用は A320 の商品力向上にとどまらず、エアバスにとって 戦略上の重要な意味を持っていた。エアバスは今後開発するすべての旅客機に A320 と同様のシステムを搭載し、小型機から大型長距離機に至るまで操縦性を共通化する方針を立てていた。従来の機械式の操縦系統では機種ごとに異なる取扱い特性を統一するのは困難であった。そこでエアバスは、 コンピュータ制御の本格的なフライバイワイヤー技術を導入することで全機種の操縦操作や操縦間隔を揃えることにした。これにより後に開発される A320 ファミリー機の操縦資格は共通化され、さらに開発構想があったワイドボディ機の A340 や A330 への資格移行訓練も短時間で済むと見込まれる。小型機から 大型機までをエアバス機で揃えれば航空会社は運航を大幅に合理化できるようになるためエアバスの強力な強みとなる。そしてフライバイワイヤーなどの革新技術を実用化する最初の機種として A320 は適していた。短距離機の A320 は整備拠点の近郊で運航されることから 重大な不具合が見つかった場合に対処しやすいとエアバスは考えたのである。コックピットの設計はフランスのアイロスパシアル社が担当した。同社をはじめとするエアバス参加企業はこれまでにコンコルドでアナログ式フライバイワイヤーを実用化し A310 ではデジタルコンピュータの導入を実現しているほか軍用機開発でも経験を蓄積していた。 さらにアイロスパシアル社は A320 の開発が決まる前から次世代コックピットの研究開発に取り組んでいた。これらの経験や研究成果が A320 のシステム開発に生かされた。エアバスは A300 の3号機を試験機としてフライバイワイヤ操縦システムの開発を行った。サイドスティックについても A300 の試験機に実装され、 航空会社のパイロットも含む多くの操縦士により、延べ136時間の飛行試験が行われた。これらの評価の結果、問題がないとの結論が得られて、A320 への導入が決定した。構造、空力設計正面から見た A320。胴体断面の設計は、A320 ファミリーで共通である。A320 の機体構成は、 典型的な旅客機と同じく低翼の主翼化にターボファンエンジンを一発ずつ配置し、尾翼も通常配置となった。A320 の機体構造は A300 及び A310 の開発を通じて得られたデータやノウハウを活用して設計された。そして中短距離の運行に適した構造強度とし、腐食防止、構造品質の長期保証整備性の向上、 部品点数の削減が図られた。部材には改良型のアルミニウム合金やチタン合金が採用されたほか複合材料の使用範囲も拡大された。主翼の設計はイギリスの BAE 社が担当した。A320 の設計上の巡航速度は A300 や A310 より若干低くマッハ0.79から0.8に設定された。 航続距離は3000回りと設定され、このサイズの旅客機としては短くない値だった。ウィングチップフェンス装備の A320 から200を仮面から見る。主翼の厚みは空力的には薄い方がよく、一方で、翼内燃料タンク容量と構造強度を十分確保するためには厚い方が良い。エアバスが A300 で実用化したリアローディング翼型は、 様々な利点があったものの、翼の後方が薄いことから、A320 の機体サイズではフラップを取り付ける空間をいかに確保するかが課題となった。これらの要求を満たすよう、コンピュータによる3次元解析を活用して主翼が設計された。出来上がった A320 の主翼は、翼厚比こそ A310 と近い値だったものの、 翼型は大きく異なり5円側の厚みが確保された。主翼の平面型は浅い交代角と大きなアスペクト比を持つこととなった。フラップはシンプルな一段のファウラーフラップとし、同翼には複合材料を多用することで軽量化が図られた。胴体断面は2つの円構造を結合したダブルバブル構造とし、単通路機として最も太い胴体幅とされた。 これにより、機体重量が増えるものの、競合機より、余裕のある客室と貨物室が実現した。さらに貨物室の扉を大型の外開きとして、航空貨物コンテナを、搭載可能にしたことで、貨物輸送の面でも、競合機と差別化が図られた。主翼端のウィングチップフェンスは効力を減らす効果がある。A320 の原型型は、最大離陸重量が66トンで、 乗客164人が搭乗した場合の、航続距離は1750回りという仕様であった。これに対して、航空会社はもう少し航続距離を伸ばすよう求めた。そこで、最大離陸重量を72トンに引き上げて、主翼中央翼内に燃料タンクを追加するとともに、主翼端にウィングチップフェンスを装備して、航続距離を3200回りに延長するタイプが、 計画された。原型型は A320 から100、重量増加型が A320 から200と名付けられた。エンジンエンジン選定は A320 の開発初期における大きな課題だった。当初は150隻級旅客機にふさわしいエンジンが存在せず、CFM インターナショナル社の CFM56 からにエンジンをひとまず試行補とし、 その他開発中のエンジン数種が候補に挙げられた。その後、CFM56 の改良型となる CFM56 から4の開発が決定したことで、1983年に同エンジンの採用が決まった。先に述べた、いやえ社の V2500 エンジンも1984年に開発が決定し、A320 に採用されることになった。ライバルとなる、 V2500 が登場したことで CFMI 社は CFM56 から4では性能が不十分と判断し水力を増強した CFM56 から5に改めた。これにより A320 の装備エンジンは CFM56 から5と V2500 の2種からの選択式となった。ボーイングや マクドネル・ダグラスの競合機はエンジンが1種類のみの設定であり、この機体サイズではエンジンを選択できるのは A320 のみであった。これまでのエアバス機と同じく参加国が一定の仕事を確保できるように A320 の生産でも国際分業体制が取られた。A320 の主要コンポーネントの生産分担は表1通りとなった。この BAE 社の担当する主翼部品の一部はオーストラリアの企業が下請けで受注した。生産の拠点となる最終組リッチについてはエアバス参加国間で駆け引きがあったものの結局は従来通りフランスのトゥールーズに決まった。ただし機体内装の組み付けはドイツのハンブルクで行うこととなった。ベルーガが A320 の胴体全部を下ろしている様子。 ベルーガは、スーパーグッピー輸送機の後継として開発され、欧州の生産拠点間を結んでいる。各国の工場で生産されたコンポーネントは、これまでのエアバス機同様に、スーパーグッピー輸送機でトゥールーズまで空輸され、組み立てられた。ただし、A320 では、トゥールーズでの作業が完了すると機体は、飛行可能になり、初飛行を行い通常はそのままハンブルクに移動する。 ハンブルクで内装作業を終えた機体は再びトゥールーズに飛行し、そこで顧客に引き渡されるという流れとなった。A320 の初号機は CFM56 エンジン装備型の A320 から100で、1986年4月に最終組み立てが開始された。翌年2月14日にロールアウト式典が盛大に取り行われ、 その5日後の1987年2月22日に初飛行に成功した。その後、形式証明取得のために4機体制で試験飛行が行われた。飛行制御システムのソフトウェア開発においては、試験飛行の前に複数のシミュレーターが用いられ、そのためにコックピットを呼び、油圧、電源系統を完全に再現したシミュレーターも開発された。 そして最終的に飛行試験によりソフトウェアやシステム全体の検証が行われた。飛行試験においてコンピュータの内部パラメータを記録したり試験のための条件設定を行うため専用の試験システムも開発され用いられた。また電子制御化されたことで心配された電磁干渉の試験も行われ、エアバスによると 軍用艦の電波妨害を受けるような状況にでもない、限りシステムに支障がないことが確認された。これらの飛行試験を終えて1988年2月26日、A320 の CFM56、エンジン装備型に対して、欧州の合同航空当局から、形式証明が交付された。エールフランスにより路線就航した A320 から、100。 A320 から100の生産は21機のみで、以降は A320 から200となった。1988年3月26日、A320 の初引渡しがエールフランスに対して行われた。同年4月18日、エールフランスは A320 の商業運行を開始した。次に予定されていた納入先は、 ブリティッシュカレドニアン航空だったものの A320 の受領前に同社はブリティッシュエアウェイズに吸収合併されることになった。これによりブリティッシュカレドニアンの発注分はブリティッシュエアウェイズに継承され同社は1988年3月31日に最初の機体を受領し翌月に路線投入した。これまでブリティッシュエアウェイズは エアバス参加国のフラッグキャリアで唯一エアバス機を導入していなかったが、こうしてエアバス運行者に加わった。続いてエールアンテールへの納入も始まった。競合機よりも広い A320 の機内は乗客に好評だった。A320 から100の納入と並行して重量増加型の A320 から200は1988年6月27日に 初飛行している。CFM56 エンジン装備型の A320 から200は、1988年11月9日に、形式証明を取得した。実際の注文は、A320 から200に集中し、A320 から100の生産は、最初の21機のみで終わり、その後は、すべて A320 から200となった。これにより、 a 三百二十から二百が a 三百二十の実質的な標準モデルとなり、その後も同モデルに対して改良が加えられることになる。また、v 二千五百装備型は a 三百二十から二百のみの生産となった。a 三百二十の初号機は、最初の形式証明取得後にエンジンを v 二千五百に換装し、九百八十八年七月二十八日に、 同エンジンでの初飛行を行いそのまま試験飛行に従事した。1989年4月20日に V2500 装備型も JAA の形式証明を取得した。V2500 エンジン仕様の初納入はアドリア航空に対して行われ、間をかずしてキプロス航空への納入も開始された。同年6月までに両航空会社によって V2500 使用の A320 も路線就航を開始した。形式証明の取得直前に細かい修正が重なったため、納入初期には機体納期が遅延したり、保守部品の供給が遅れたりといったトラブルも見られた。それでも最初の約3ヶ月間の運行信頼度は97%を記録した。形式証明の取得後に、 エアバスは細かいものを含めて800件の改良を行った。その中で1件のみ強制力のある対空性改善命令に至った。その内容は飛行システムの電源系統に関する問題で電源供給ユニットの交換が行われた。その他には CFM56 エンジン装備型では離陸時に 客室前方で不快な騒音が響くことが問題視され、エアバスは対処に追われた。1986年4月のロールアウト時点において A322 は15社から450機を超える受注が集まっていた。そして同年10月にはノースウエスト航空から100機の A320 を受注した。米国の主要な航空会社が エアバス機を大量発注したことに、米国の航空機メーカーは衝撃を受けた。慌てたボーイングは金額を空白にした737の注文書を、ノースウェスト社長に送付したとも言われるが、ノースウェストを本位させることはできなかった。ただし、燃料価格は1980年代初頭の予測ほどは上昇しなかったことから、 A320 の直接運行費は期待したほど有利とはならず期待価格の安い既存機を選択する航空会社も多かった。A320 の使用策定に影響を与えたデルタ航空は MD-80 をユナイテッド航空は737を選択していた。それでも1992年には3年越しの交渉の末にユナイテッド航空から 大量受注を獲得し、エアバスは米国市場に本格進出を果たした。A320 が北米で受け入れられたのは機体そのものが魅力的だったこともあるが、エアバスが戦略的な価格を提示したためだとの指摘もある。提示価格はカタログ価格の4割引とも言われ、エアバスに金融支援していたイギリス政府から苦情が出るほどだった。 しかしこれは単なる安売りではなく、開発計画が進行していた、総通路機の A340 や A330 の商談につなげるためのエアバスの戦略であった。エアバスは1987年には A320 の派生型開発の検討に着手していた。A320 を基準として、胴体を延長するタイプと短縮するタイプが研究された。 すでに A340 と A330 の同時開発が始まっていたことから A320 の派生型開発には最小限のエンジニアが投入された A321、A320 に続いて開発された長導型の A321。まず長導型の開発を進めることになり、1988年5月に正式な受注活動を開始した。 1989年6月に航空機リースを手掛けるインターナショナルリースファイナンスが16機の発注を決め、これが最初の受注となった。続いて同年9月22日にはルフトハンザドイツ航空がオプションを含めて42機を発注したことで11月24日に長戸型を A321 と命名して正式開発が決定した。 A321 では、胴体が4.27メートル延長され、2クラス構成の標準座席数は185席とされた。胴体延長と機体重量の増加に伴い揚力を強化するため、主翼のフラップが新規設計され、ダブルスロッテッドフラップに置き換えられた。エンジンは、A320 と同様に、c f m 社の CFM56 と、 以え社の V2500 の選択式となり、機体の大型化に合わせて、両エンジンとも水力増強型が設定された。その他は、A320 からの変更点を最小にするよう、設計され、主翼の大半、ビブ、胴体断面は、A320 と共通化された。飛行システムは、A320 のものを基本とし、空力特性に合わせて、 若干の修正が加えられた。A321 の最終組リッチは、エアバス機として、初めて、フランスを離れ、ドイツのハンブルクに決まった。また、A321 は、各国政府の資金援助を受けずに開発された初の、エアバス機となった。a 二十一の初飛行は、百九十三年三月十一日に、行われ、同年十二月十七日に、 最初の形式証明が JAA から交付された。A321 は翌年1月に顧客引き渡しが開始され、同年3月にルフトハンザ航空とアリタリア航空によって路線就航を開始した。続いて A321 には貨物コンテナ型の燃料タンクを増備することで航続力を強化した派生型が開発され、当初使用は A321 から100、後続距離延長型は A321 から200と名付けられた。A319 ファミリー3期種目となった単導、単動型の A319。単動型についても並行して研究が進み、1992年5月1日に、エアバスの取締役会で、販売活動を開始することが承認された。しかし、エアバスを構成する。 各国政府、企業間で最終組立地をどこにするか合意に手間取り、正式開発の決定は1993年6月10日にずれ込んだ。結局、A319 の最終組立地はハンブルクとなり、A320 の組立地は引き続きトゥールーズとなった。胴体は3.73メートル短縮され、標準座席数は2クラス構成で124席とされた。 胴体長や収容力の減少に合わせて、貨物扉や緊急脱出し口の配置が変更された。エンジンは、CFM56 と V2500 から選択でき、小型化された機体に合わせて、両エンジンとも水力抑制型が設定された。その他の構造やシステムは、可能な限り、A320 と共通化された。 A319 は1995年8月25日に初飛行し約650時間の飛行試験を経て1996年4月10日に JAA から最初の形式証明を取得した。A319 の最初の引き渡しは同月中にスイス航空に対して行われ翌5月に路線就航を開始した。 悪事3191996年6月のパリ航空省においてエアバスは A319 をベースとしたビジネスジェットを開発すると発表した。旅客機ベースの余裕のある客室を活かして長距離ビジネス機市場に進出することにしたのである。エアバスは同社のビジネスジェット機をエアバスコーポレートジェットと名付け A319 ベースの機体は A319CJ あるいは、悪事319と呼ばれた。悪事319の初号機は1998年11月12日に、初飛行し、翌年1月に顧客に、初引き渡しされた。後に、悪事は A320 ファミリー全体に展開され、A320 と A321 をそれぞれベースに、悪事320。 悪事321が開発されたほか、この後開発される A318 をベースとした悪事318も登場した。A318、A319 をさらに胴体短縮して開発された A318、A319 より小型の旅客機については、エアバスは当初は独自開発しない方針を立てていた。九百九十年代前半に、 座席数百席程度の旅客機を国際共同開発する構想がいくつか立ち上がり、その中で欧州とアジアの企業が共同でエイジアンエクスプレスを開発する計画がまとまった。このエイジアンエクスプレス計画にエアバスも参画し、操縦システムや操縦資格は A320 と共通化することとなった。しかしエイジアンエクスプレスは機体を完全に 新規設計する計画であり、それに伴う事業リスクの高さが表面化したことで、事業として行き詰まってしまった。結局エアバスは A319 の胴体を、さらに短縮して100石級の旅客機を独自開発することにした。新たな単動型は A318 と命名され、1999年4月26日に、正式に開発が決まった。 A318 は A319 よりも2.39メートル胴体が短縮され、それに伴い方向を安定性を維持するため、垂直 B 翼が延長された。合わせて、貨物扉が小型化され、貨物コンテナは搭載できなくなった。エンジンは、CFM56 の水力抑制型と、プラットホイット2社が新規開発した、PW6000 が設定された。 A318 は2002年1月15日に初飛行し2003年5月23日に最初の形式証明を JAA から取得した。同年7月にフロンティア航空が初受領して路線就航を開始した A380 と A320。A320 ファミリーと A380 の 開発により、エアバスは100席級から500席超級までの旅客機ラインナップを実現した。A320 ファミリーの拡充と並行して、総通路機の A340 と A330 も完成し、1993年に航空会社への引き渡しが始まっていた。さらにエアバスは、 2000年代前半に A340 の第二世代となる A340 から500-600を完成させたほか、客室を総2階建てとした巨人機 A380 を開発して2007年に路線就航させた。A320 以降に開発されたこれらの機種には高い共通性を持つフライバイワイヤーシステムが実装された。 そして操作装置や、表示装置の配置や表示、操作方法を可能な限り同一化させ、基本的に同一の操縦席仕様を実現した。これにより、A320 ファミリー各機は同一の乗務資格となった。加えて、相互乗員資格と呼ばれる資格制度が作られたことで、エアバス機は100席級の A318 から500席超級の A380 まで、 数日から2週間程度の短期間の訓練で操縦資格の移行が可能となった。そして2007年までには A300 と A310 の生産が終了したことでエアバスが生産する旅客機はすべて CCQ の対象となった。737から900と並んで飛行する A320。A320 ファミリーと737シリーズは 炭通路機市場で直接対決している。1990年代の後半にかけて、米国の航空機メーカーも、相次いで、炭通路機の次世代化を行い、A320 に対抗した。マクドネルダグラスは MD-80 をベースに、V2500 エンジンを搭載して近代化した、MD-90 を開発した。 ボーイングも737のエンジン更新した 737NG を開発した。小型の単通路機は総通路機よりも利幅が小さい。ことから、ボーイングも、マクドネルダグラスも、完全新機開発をためらい、既存機の改良の道を選んだ。これに対してエアバスは、A330 や A340 とシステムを、 共通化して開発費を分散させたことで A320 のような単通路機にも最新鋭のシステムを実装することに成功した A320 ファミリーの納入数は1991年と1992年に年間100機を超えそれ以降も毎年50機以上を記録したそして1999年には A320 ファミリーの総納入数が1000機を超え、4月15日に1000号機と1001号機の引き渡しセレモニーが行われた。1999年以降の毎年の納入数は、A320 単体で100機、ファミリー全体で200機を上回るようになった。1990年代には、ノースウエスト航空やユナイテッド航空をはじめとして、米国の大手、 中堅航空会社が相次いで A320 ファミリーを導入した。次第に、米国でも A320 の乗務資格を有する、パイロットや A320 の整備経験を積んだ整備士が育ち、2000年代に入る頃には、新興のいわゆる格安航空会社でも A320 ファミリーの運航体制を整えパイロットや整備士を確保できる環境ができつつあった。 また、A320 は、中古機市場でも人気があり、航空機リリースを行う上で有利な機材となったことで、資金が限られる、新興航空会社でもリリースで、A320 を導入しやすい状況であった。このような状況下で、2000年2月に運航開始した、米国のジェットブルー航空は、A320 を採用し3年間で40機にまで、運用数を拡大した。 続いて、フロンティア航空も2001年に A319 を導入し、ファミリー機の採用を拡大していく。欧州の格安航空会社でも A320、ファミリーが選ばれるようになった。A320 と MD-80。2002年に A320 ファミリーとマクドネルダグラスの単通路機シリーズの運行数が逆転した。この頃、 これまでコンソーシアムの形態取っていたエアバスインダストリーは2001年1月1日付で統合企業に改められ社名も単にエアバスとなった。同年 A320 単体の累計納入数が1000機を超えた。そして翌2002年には年間の入数で A320 ファミリーは737シリーズを上回り運行機数においては A320 ファミリーはマクドネルダグラスの単通ロキシリーズを抜いた。2003年に A320 ファミリーの累計のニュースは2000期に到達した。エアバスは生産力の増強を図りつつ、中国市場へも構成をかけるため、欧州以外で初となる最終組立拠点を中国の天津に開設することを決めた。2005年12月にエアバスと 中国政府が工場建設の覚書を締結し、工場は2007年5月に着工、2008年8月に稼働を開始して、9月に正式オープンした。天津工場製の初号機は2009年5月18日に初飛行し、同年6月23日に顧客へ納入された。天津で完成した機体は、当初は中国の航空会社向けであったが、 あとに一部アジアの航空会社へも納入されるようになった。2009年3月時点で A320 ファミリー全体の累計受注数は6313機で、納入数は3764機であった。発注者の地域別内訳は、北米が1988機、欧州が1763機、アジアが1595機であり、 地域間の大きな偏りがなく販売された。A320 から200の登場時に72トンであった。最大離陸重量は、その後段階的に引き上げられ、73.5トンや77トン、78トンといった、仕様が設定された。離陸重量の増加分は、燃料搭載量の増加に当てられ、それに伴い標準航続距離が延長された。エンジンも改良が加えられ、 燃費や環境性能の向上が進められた。計算流体力学の技術を用いて空力面の改良も加えられ、翼と胴体をつなぐフェアリングやエンジンパイロンの形状などが変更された。飛行システムも改良され、継続効果侵入方式や広域工法に対応する機能が追加され、より効率的な運行の実現が図られている。客室についても、 頭上の手荷物収容スペースが改良され、容積効率が改善されたほか、内装の更新により、室内空間が拡大された。客室の照明、空調を管理したり、メッセージ放送を行ったりする、客室乗務員向けの業務システムも導入された。大体飛行場から離れた経路を、飛行可能となるイタップス要件の適用範囲も順次、拡大され、2004年3月に、 欧州航空安全機関から2006年5月には、米国連邦航空局から A319、A320、A321 に対して180分のイタップスが認められた。続いて2006年11月には A318 についてもエアサより180分のイタップスが認められた。シャークレットを装備した A320。その後も、 さらなる燃費低減を進め、2009年11月には、ウィングチップフェンスに変えて、新しい翼端装置を採用することが発表された。この翼端装置は、主翼端が髪型に折り曲げられて、大型のフィン状をしており、シャークレットと名付けられた。エアバスは、飛行距離が2000回り程度の場合に、シャークレットを装備することで、 燃料消費を3.5%低減できるとした。2010年から2011年にかけて、シャークレットの開発や試作が進められた。そして A320 の初号機にシャークレットが装着され、2011年11月30日に飛行試験を開始した。シャークレット装備仕様は、2012年11月30日にエアサから最初の形式証明を取得し、 翌月21日にエアアジアに初納入された。シャークレットは A318 を除く A320 ファミリー機に設定され、2014年の納入機からシャークレットが標準仕様となった。A320 の改良と並行してエアバスは A320 の後継機をどうするか研究を進めていた。後継機の考え方は大きく分けて二つあり、 一方は完全な新設計器を開発する案。もう一方は A320 に新エンジンを搭載し、新世代化を図る案であった。新設計する案は NSR と名付けられ、主翼や胴体構造への複合材料の採用、最新の空力設計、エンハンストビジョンシステムといった最新のアビオニクスの導入などが検討された。この頃、 A320 や737のサイズの旅客機向けに次世代エンジンの研究がいくつか進んでいた。これらの次世代エンジンはオープンローターあるいは大直径ファンを有することから新たな機体設計を要した。次世代エンジンの実用化時期は早くて2025年頃と見積もられたが、これでは2010年代の就航を目指していた NSR 計画には間に合わず、 かといって既存エンジンで NSR を開発した場合は次世代エンジンの登場により NSR がすぐに旧式化してしまうことが懸念されたこのような状況でエアバスは多額の開発費を要する新規開発は行わず A320 を新世代化改良することを決めた具体的には A320 の機体設計はそのまま活用し 当時最新の高効率エンジンに刷新することとなった。エアバスはこの改良系を A320 ネオと名付け、2010年12月1日に正式開発の決定を発表された。ネオはニューエンジンオプションの当時ごと新しいという意味のギリシア語、ネオをかけたものである。そしてネオの登場に伴い従来型の A320 ファミリーは A320CEO と呼ばれ区別されることとなった。A320 と競合する737についても同様の後継機問題を抱えていた。ボーイングは新設計の単通路機を研究していたものの、最終的には既存機の改良を選び、2011年8月30日に 737MAX の開発を決定した。こうして、 タン路ロ機の市場競争は新たな段階に入ったが9ヶ月先行する形となった A320 e o は 737MAX の発表までにリース会社を含む14社から900機を超える大量受注を獲得していた。初飛行で撮影された A320 e o PW1100G 装備型の A320 e o エンジン直径が大きくなったが 地上とのクリアランスが確保されており、こ着装置は、従来と同様である。A320 ネオは、名前の通り装備エンジンが、最新のターボファンエンジンに一新された。設定されたエンジンは、プラットホイット2社のピュアパワー PW1100G シリーズと、CFME 社のリープ -1A シリーズの2種類である。両、エンジンとも直径が、大きなファンを備えて、 バイパス比を上げることで燃費性能の向上が図られた。PW1100G はピュアパワー PW1000G シリーズの中の1タイプである。PW1100G はファンの回転数を最適化するため減速機を備えておりギアードターボファンエンジンとも呼ばれる。これにより12、1という非常に高いバイパス比を実現した。エアバスは 2008年10月に開発中の PW-1000 エンジンをエアバス車輸の A340 から600に装備して飛行試験を行い P&W 車の開発作業を支援していたこの時点でエアバスは PW-1000 エンジンの導入は未定だとしていたが結果的に A320 ネオに採用されることになったリープ -1A は CFM56 の後継エンジンとして2008年7月に正式開発が開始された。こちらはファンの減速器を持たないものの最新の材料技術や空力設計技術によりエンジンコアを小型化、高効率化したりファンを最適化したほかシステムにも改良を加えることで燃費性能の向上が図られた。A320 e o の両エンジンは A320CEO のエンジンと比べてファンの直径が数十センチメートルほど拡大しているがエアバスはカウリング過端と地面の間には必要な距離が確保できるとして膠着装置の延長などは行われなかった限られた期間で開発するため新エンジンのカウルの設計には3次元モデルによるデジタルモックアップが積極的に用いられた エンジン以外の基本的な機体設計は A320CEO ファミリーのものが踏襲され、設計の95%が共通とされた。A320NEO では主翼のシャークレットが標準装備となった。エアバスは A320NEO の開発と合わせて A320CEO のさらなる改良も行っていた。 ネオと CEO の双方に適用された改良として、スペースフレックスと名付けられた、新客室レイアウトや、客室照明の完全 LED 化、コックピットへのヘッドアップディスプレイ導入が挙げられる。スペースフレックスでは、機体後部のギャレーとトイレのスペースを圧縮することで、座席数を6席増やすことが可能になった。ヘッドアップディスプレイは、 基調席と副操縦席にそれぞれ装着でき、心臓機にオプション設定されたほか、既存機への装着回収も可能とされた。A320 ネオの初号機は、PW1100G エンジン装備型で、2014年9月25日に、トゥールーズで初飛行した。翌2015年5月19日には、リープ -1A 装備型も初飛行した。 同年11月24日、まず PW1100G 仕様に対して A320 ネオの最初となる形式証明がエアサと FAA より交付された。当初は2015年中にカタール航空が最初の A320 ネオを受領する計画であったが PW1100G エンジンの性能上の問題により延期された。その結果、 翌年1月20日ルフトハンザドイツ航空に対して A320 ネオの初引き渡しが行われた。ルフトハンザは1月のうちにドイツ国内線で A320 ネオの路線就航を開始し、同年4月にはロンドンとフランクフルトを結ぶ国際線にも投入した。2016年5月31日にはリープマイナス 1A 装備仕様についてもエアサと FAA から形式証明が交付され、7月19日にトルコのペガサス航空に対して初引き渡しが行われた。PW1100G の初期バージョンではエンジン始動に時間を要する問題があり、P&W 社は改良に追われた。それ以外にも A320 ネオの運行開始後の初期には、 PW1100G エンジンと、リープ -1A エンジンともに、いくつかの問題が見つかり、それぞれのメーカーによる改良や対策が行われた。全日本空輸は、PW1100G 装備型の A321、ネオの納入初号機を受領した。2010年12月の A320 ネオ、開発決定時に、ファミリー機の A321 と、 A319 についてもネオを開発することが決まっていた。ファミリー最小の A318 については2003年から2010年までの累計納入数が74機にとどまっており将来需要が見込めないとしてネオの開発は見送られた。A321 と A319 は共に PW1100GE エンジンと DEEP-1A エンジンを 装備可能とされ、機体サイズに応じて、各エンジンには、水力増強型と、抑制型が用意された。2015年5月19日には、A320 ネオファミリーをベースとした、エアバスコーポレートジェットの開発も決定し、悪事320ネオファミリーと名付けられた。A321 ネオの初号機は、リープマイナス1エンジン装備型で2016年2月9日に、 初飛行した。翌月には、PW1100G を装備した A321 ネオも初飛行を行った。その後、A321 e o は試験飛行を行い、2016年12月15日に、PW1100G 使用型、翌年3月1日には、リープ -1A 使用型に対してそれぞれ、形式証明が交付された。 2017年4月20日に、ディープ -1A 仕様の A321 ネオが、バージンアメリカに対して、初引き渡しされ、同年9月5日には、PW1100G エンジン装備機も、全日本空輸に対して初納入された。長胴型の A321 は、ボーイング757の後継機市場にも進出しつつあったが、 本格的に757を代替するためには、航続力の強化が必要だった。そこでエアバスは2015年1月13日に A321 ネオの航続距離延長型となる A321LR の開発を決定した。A321LR は2018年1月31日に、初飛行し、10月2日に、形式証明を取得。 11月14日に初引き渡しがアルキアイスラエル航空に対して行われた。2019年6月17日には A321 の航続力をさらに強化した A321XLR を開発するとエアバスが発表した。A321XLR はアメリカン航空やカンタス航空。 イベリア航空やエアリンガスを参加に持つインターナショナルエアラインズグループなどから受注を獲得し2023年納入の計画で開発が進んでいる。この間に A319 ネオの初号機もリープマイナス 1A エンジン仕様で製造され2017年3月31日に初飛行した。 同様に試験飛行を経て、2018年12月に、リープ -1A 仕様の A319 ネオへの形式証明が交付された。その後、A319 ネオの初号機はエンジンを PW1100G に換装し、2019年4月25日に同エンジンでの初飛行を行った。2019年現在において、 PW1100G 仕様の A319 ネオは形式証明取得に向けた試験飛行を行っている。A319 ネオの納入初号機は2019年7月16日に個人客に引き渡された。A320 ファミリーの年間納入数は概ね増加を続け、2006年には300機を上回り2009年には400機を超えた。 A320 単体の年間納入数も同様で、2008年に200機を超え2011年には300機を超えた。A320 ファミリーの累計納入数は伸び続け、2012年2月に5000機、2014年3月には6000機に達した。この間、A320 ファミリー内の需要の中心が大型機に移っている。A320、A321、 A319 が揃った1996年以来 A320、A319、A321 の順に納入数が多かったが2000年代の後半から徐々に売れ筋が大型化してきた2006年のファミリー以内の納入数シェアは A321 が10%弱で A320 が43%、A319 が73%であった 2010年を境に A319 と A321 の納入数が逆転し2016年には A321 が 44%A320 が 53%A319 は3%となった A320 ネオファミリーの開発と並行して段階的に生産体制が強化されてきたエアバスは2012年7月に A320 ファミリーの最終組立てを、米国でも行うことを決め、アラバマ州モビールに工場を建設した。アラバマ工場は2013年4月に着工し、2015年9月から本稼働している。米国製の初号機は2016年3月に初飛行し、4月に顧客へ引き渡された。2008年2月1日には、 A320 ファミリー全体での納入数が8000機に達し、2019年10月11日には A320 ネオファミリーの納入数が1000機に達した。シンガポール大手 MRO 企業 ST エアロスペースとエアバスは A320 と A321 について旅客店用回収貨物型の開発で合意し、P2 階型機の回収、販売、 管理を行う企業を、ドイツのエアバス、ST エアロスペース共同出資の航空宇宙、メーカーエルベフルークツイクベルケ、エルベ、フラグスガワーカ、フォエ委託することとし、従来の床下貨物室に追加して、メインデッキに、A320 で、最大10個、A321 で、最大14個の搭載補助容器を、最大 A320 が21、9トン。 A321 で27、ートン積載可能で2020年2月25日、ヨーロッパ航空安全庁から追加形式証明を取得し、ボーイング757貨物機などの入れ替え需要も、含め COVID-19 による、e コマースなどの成長を取り込む見通しを立て、カンタスフレートや、ルフトハンザカーゴなどが運用している。2019年現在、A320 の 最終組み立てが行われているのは、フランスのトゥールーズ、ドイツのハンブルク、中国の天津、アメリカのモビールの4カ所である。A319 は、ハンブルク、天津、モビールの3カ所。A321 は、ハンブルクとモビールの2カ所で最終組み立てされている。A318 については2015年を最後に、生産が途絶えている。 A320 ファミリーは世代により、当初型の A320CEO ファミリーと、新世代エンジンに刷新した A320、NEO ファミリーに分けられる。A320CEO ファミリーは、基本型の A320、長動型の A321、単動型の A319 と、A318 の4機種で構成される。A320NEO ファミリーは、A319NEO、 A320 ネオ、A321 ネオで構成される。以下本節では、主に基本型の A320 について説明する。ファミリー各機種については、個別ページを参照のこと。A320 ネオについての詳細は、A320 ネオも参照。また、コーポレートジェット仕様については、エアバスコーポレートジェットも参照されたい。 基本構成ウィングチップフェンス仕様の A320 を右側面から見る。シャークレット仕様の A320 を右側面から見る。A320 ネオを同じく右側面から見る。A320 の機体構成は一般的な旅客機のものである。肩持ち翼の主翼を低翼に配置した単葉機であり、左右の主翼下に一発ずつターボファンエンジンを備える。 尾翼は通常配置で、垂直尾翼と水平尾翼は共に、胴体尾部に直接取り付けられている。膠着装置は、前輪式配置で機首部に前足、左右の主翼の付け根に主脚がある。全長は37.57メートル、全高は11.76メートル、全幅は、ウイングチップフェンス装備型が34.10メートルで、 シャークレット装備型が35.80メートルである。機体構造の材料はアルミニウム合金やチタン合金といった金属が中心だが、構造重量の15%は複合材料が用いられている。使用されている複合材は炭素繊維強化、プラスチック、アラミド繊維強化、プラスチック、ガラス繊維強化プラスチックであり、 アフプと GFRP は二次構造部材、CFRP は二次構造部材の、他可構造材にも用いられている。主翼主翼はテーパーが付いた交代翼で、翼面積は122.6平方メートルである。25%翼弦での交代角は25度、アスペクト比は約9.5度、交代角が浅く翼腹の大きい翼である。 翼厚比は10.8%で A310 と近い値であるが、断面形状はかなり異なり、A320 の翼は、後半部が比較的厚い。主翼構造は、胴体と一体化している。中央翼構造及び左右の肩持ち翼構造から構成される。左右の主翼は、箱型応力外比構造であり、前下桁、下桁、リブ、ストリンガ、 そして上下の外反らで構成される。中央翼構造はトラスで補強されたボックス構造で、翼にかかる揚力などを胴体に伝える働きを担う。主翼には高揚力装置として前縁に、スラット、後縁にファウラーフラップを備える。スラットは辺翼あたり6枚で、ほぼ全幅にわたり配置されている。エンジンパイロンの付け根を境に、フラップは、内翼と、 外翼に分割されており、その外側に補助翼がある。主翼上面には変翼あたり5枚のスポイラーがある。スポイラーはロール素縦にも用いられる。動翼には複合材料を多用することで軽量化が図られている。翼端装置として誘導抵抗を減らす効果のあるウィングチップフェンスまたはシャークレッドを備える。ウィングチップフェンスは 矢尻状の整流板で、シャークレットは、ウィングレットのように翼端を上に曲げた形状を有する。開発当初は、ウィングチップフェンスが、標準装備であったが、後にシャークレット仕様が開発され、A320 ネオでは、シャークレットが、標準装備となった。また、既存の機体にシャークレットを後付けすることも可能である。主翼のボックス構造内は、燃料タンクである。 タンクは左右が角に分割され中央一区画と合わせて極区画に分かれており両端はサージタンクとなっている。胴体 A320 の胴体断面は直径が異なる2つの円構造を結合したダブルバブル構造である。断面の外寸は幅3.95メートル、高さ4.14メートルである。胴体長は全長に等しく37.57メートルである。 客室部分をできるだけ一定幅で保ちつつ、ビブの平面形のくびれを工夫するなどして抵抗を低減している。胴体構造は、セミモノコック構造であり、フレーム、ストリンガ、外反、ビーム、圧力隔壁などで構成される。胴体最下端から1.679メートル上に、ビーム構造があり、客室の床を支持する。胴体はビブを除き終圧構造である。 尾翼水平尾翼の翼幅は12.45メートル。垂直尾翼の高さは5.87メートルである。水平、垂直尾翼ともに前桁と後桁、外反、リブで構成されたボックス構造であり、ほとんどは複合材料製である。水平尾翼は水平安定板と昇降打で構成される。水平尾翼は、在来機のような中央翼構造は持たず。 左右の翼が胴体内で金具により結合されている。この結合部の前方にジャッキスクリューが取り付けられており、水平安定板の角度を変えて、トリムを調整できる。水平尾翼と胴体との結合は、5桁に、左右1箇所ずつ設けられた金具と、ベアリングにより行われる。左右の昇降打はアクチュエーターを2箇所ずつ備え、左右独立して駆動される。 垂直尾翼は垂直安定板と方向打で構成される。垂直尾翼の最下部で胴体に結合されている。方向打は水平安定板の後桁に、ベアリングで結合されており、アクチュエータにより駆動される。膠着装置 A320 の主翼の付け根部分、主脚等を格納するため、バスタブ状に底面が張り出している。左右の主脚及び前足は、 それぞれ二輪式である。前足、主脚とも引き込み式で、昇降は、通常時は油圧により行われ、非常用の脚影、機構のみ、多機種と同様にケーブルが用いられる。ホイールは、アルミニウム合金製、タイヤは、ラジアルタイヤである。ブレーキは大板式のディスクブレーキで、ディスクにはカーボンが用いられる。ブレーキは、油圧で作動し、 アンチスキッドや自動ブレーキシステムを備える。前足は、油圧駆動のステアリング機構を有し、地上にいる時のみ旋回が可能である。A320 のエンジンは、A320CEO と A320NEO で、世代が分けられ、いずれも、勾配パス比のターボファンエンジンである。A320CEO のエンジンは、CF2 社の CFM56 と、 アイ社の V2500 の選択式である。CFM56 エンジンは A320 ファミリーすべてに設定されており、V2500 エンジンは A318 を除く A319、A320、A321 に設定されている。ファミリー機の胴体長に応じて、水力増強型と抑制型が用意されている。A320 ネオのエンジンは、 新世代型ターボファンエンジンとなり、CFME 社のリープ -1A あるいは P&W 社の PW1100GJM から選択できる。両エンジンは A320 ネオファミリーすべてに設定され、やはり胴体調に応じて、水力増強型と抑制型が用意されている。エンジンの制御はデジタル式の電子制御装置により行われる。 ポデックはエンジン版のフライバイワイヤーとも言えるもので、スラストレバーの入力と飛行状況に応じて、コンピュータにより、エンジン水力を自動制御する。補助動力装置として、ガスタービニエンジンを一気備えており、胴体ビブのテールコーン内に搭載されている。A320 の APU は、地上で、主エンジンの停止中に、電力や圧縮空気を供給するためのものであるが、非常時には、 空中でも指導可能である。フライバイワイヤー A320 の特徴として旅客機で初めてフライバイワイヤー技術を全面的に採用したことが挙げられる。エアバスは A320 のフライバイワイヤーシステムを IX と呼んでいる。A320 のフライバイワイヤーシステムではパイロットの操縦操作は電気信号に変換されデジタルコンピュータに送られる。 コンピュータでは操縦入力と各種センサなどの情報に基づき計算処理が行われる。算出された指令値は電気信号として各操縦翼面や膠着装置のアクチュエータに伝達される。エアバスは A320 のシステムを開発するにあたり馬車を操るように旅客機を操縦できるようなシステムを目指した。馬車の場合、は馬に指示を出し、馬は 指示をもとに道路状況に応じて走ることができる。漁車が馬の一歩一歩の足運びまで指示することはないし、明らかな危険があれば馬は自分の判断で回避することもできる。A320 でも同じようにパイロットの指示と状況に応じてシステムが動力を自動制御する。a 百二十の飛行制御システムには パイロットの操縦を補助する機能があるほか、機体や飛行の安全を守る保護機能が組み込まれている。そしてこのシステムは自動飛行制御システムとして、自動操縦装置や自動水力制御装置、および後方などを担う飛行管理装置も統合されている。システムの設計思想を対比して、機械優先のエアバスと人間中心のボーイングと言われることもある。 一方で、機械が得意な部分は機械に任せるというのが、エアバス機の考え方であり、あくまで人間が、中心のシステムであるとの評価もある。システムを上手に使いこなすことが、A320 をうまく飛ばす予定とも言われる。また、エアバスとボーイングは、相手の優れた機能を互いに取り入れて、システムの改善を重ねている。A320 のシステムにおいて、 各種入力を受けて、操縦翼面を制御するプログラムは、飛行制御速と呼ばれる。飛行制御速は3種類用意されており、それぞれノーマル、オルタネート、ダイレクトと名付けられている。通常は、ノーマル制御速で運行され、システムの障害の程度に応じて、オルタネート制御速やダイレクト制御速へ切り替わる。ノーマル制御速では、 飛行段階に応じたモードがあり、地上モードから飛行モード、着陸モードと順に切り替わり、最後に地上モードに戻る。ノーマル制御速では保護機能によって、機体姿勢や荷重、飛行速度などが許容範囲を超えることがないよう機体が制御される。例えば機体が失速状態に近づくと、自動的にエンジンを最大推力とし、 無改革がそれ以上大きくならないよう操縦翼面が制御される。また、ノーマル制御則には、パイロットの操縦を補助する機能があり、例えばトリムはシステムにより自動調整される。システムに2つの障害が発生した場合は、オルタネート制御則に切り替わる。オルタネート制御則では、操縦特性は、ノーマル制御則と変わらないが、一部の保護機能が、 働かなくなるほか、乗員は操縦機能が喪失しないよう対処する必要がある。システムに3つ以上の障害が発生した場合は、ダイレクト制御速に切り替わり、トリム調整も乗員が行う必要がある。主操縦翼面を制御するコンピュータは、計7台あり、その他にも二次操縦翼面を制御したり、自動操縦の処理を行ったりする各種コンピュータを加えて、 システム全体が構成される。コンピュータの異常を検出するための相互監視機能も備える。A320 の操縦システムは操縦不能になるのは109時間に1回以内、操縦性の低下は105時間に1回以内という目標で設計された。システムは信頼性を高めるため、複数のコンピュータにより冗長化が図られており、 さらに単純な多重化ではなく、異種上長の考え方が取り入れられている。異種上長とは同一の欠陥あるいは故障により、システム全体が機能を喪失することを防ぐための考え方である。具体的には、多重化に際して、メーカー、プロセッサー、そしてプログラミング言語が異なるコンピュータを組み合わせたり、コンピュータ内部の命令部と監視部を完全に、 独立させたりといった方策が取られている。電源の分離や、信号線の分離配置といった対策も取られている。油圧系統は、独立した3つの系統で構成される。油圧ポンプにより加圧された油圧は、操縦系統や、硬着装置、ブレーキ、そしてエンジンの逆水力装置に供給される。すべての操縦翼面は油圧により駆動される。 各翼面には複数のアクチュエーターが備わり上調化されている。硬着装置の出し入れ、ブレーキ、ステアリングも油圧駆動である。A320 の電源は左右のエンジン及び APU に備わる発電機から供給される。中期中には地上設備の外部電源を利用することも可能である。電源系にはバッテリーが備わっているほか、緊急時には 胴体から、ラムやタービンを展開して発電及び、油圧の加圧を行うことができる。さらに、機体の全電源が喪失した場合に備えて、水平尾翼と垂直尾翼のトリム操作には、機械式の操縦系も備えているほか、膠着装置も非常用に、ケーブル式の脚影、機構を有する。機械式の操縦系統が残っているのは、 全電源が喪失する確率が109時間に1回以内という、ことを検証することが、現実的に困難だったためとも言われる。コックピットターキッシュエアラインズの A320、コックピット。正面に操縦竿がなく、脇に操縦用のサイドスティックがある。正面には書類などが置けるテーブルが装備されている。運行に必要な操縦士は、機長と副操縦士の2名である。 操縦室には、機長席と副操縦席に加えて、オブザーバ席が2席ある。居住性を重視した合理的なデザインであり、ポルシェのデザイン部門が設計に参画したことで、ポルシェコックピットとも呼ばれる。A320 のコックピットは、いわゆるグラスコックピット化されているほか、従来機のような操縦輪はなく、サイドスティックで操縦を行う。ディスプレイは左右の操縦席に、 角2枚、中央に2枚の計6枚あり、すべてカラー表示である。予備のケーキ以外の表示はすべてディスプレイに集約されている。ディスプレイにはそれぞれ役割が割り当てられているが、互換性があり、切り替え可能である。ディスプレイが故障した場合には、飛行の継続に支障ないように自動的に表示レイアウトが切り替わる。ディスプレイには当初はブラウン管が用いられたが、 技術革新に伴い液晶ディスプレイに置き換えられた。2014年からはヘッドアップディスプレイの装備が追加され、新臓器にはオプション設定されているほか、既存機への装着も可能である。サイドスティックはピッチとロールの主操縦に用いられ、左の基調席には左側、右の副操縦士席には右側に配置されている。左右のサイドスティックは、 機械的には連結されていない。通常はどちらか一方のサイドスティックで操縦する。両方のサイドスティックを同時に操作した場合は、それぞれの指令の三術話がシステムへの入力となるが、不良の事態に備えて、もう一方のスティックの入力を無効にする機能も備わる。オートパイロット作動中のサイドスティックは、従来の操縦輪のように自動的に動くことはない。 操縦輪がなくなったことで、各操縦席の前面には、収納式のテーブルが設置され、ログを書いたり食事を取ったりできる。コックピットや飛行システムは、A320 ファミリーで共通化されており、操縦資格も共通である。同時に、エアバスの相互乗員資格の対象でもあることから、CC 級対象となる、エアバス機との間であれば、短時間の訓練で、 多機種の資格を取得することが可能である。A320 の胴体は中央付近の床面を境として上層に、客室、下層に、貨物室が配置されている。エンジン、または APU のコンプレッサーによる圧縮空気を利用して客室の空調及び予圧が行われる。空調や予圧の制御及び監視もコンピュータにより行われる。 客室には緊急時のための酸素マスクが備わり、酸素発生装置から化学反応により酸素を生成、供給する。また、コックピットには乗客用と別に酸素供給系統がある。操縦席を除いた客室全長は27.5メートルで、客室の最大幅は約3.6メートル、最大高は約2.1メートルである。 2クラス編成での標準座席数は A320CEO が150席、A320NEO が160席から190席となっている。最大定員は通常仕様で180席であり、緊急脱出口のオプションによっては195席まで拡張可能である。客室には中央に1本の通路があり、 エコノミークラスの座席配置は通路を挟んで3から3席の6アブレスト、上級クラスでは2から2席の4アブレストである。座席の頭上には手荷物を収容するオーバーヘッドストーエッジ瓶が備わる。単通路機としては胴体幅が広いことから3列の座席の内中央席は両隣の座席よりも数センチメートル広くすることも可能である。また、 短距離路線向けに乗降時間短縮を図るため座席幅を詰めて通路幅を広げた内装案も用意されている。客室の扉配置は左右対称である。乗降用ドアとして客室の最前方と最後方にタイプ I ドアが一組ずつある。この扉は外開きのプラグ式で非常脱出用スライドを備える。緊急脱出口として主翼上に 片側あたり2枚のダイプ3ドアがある。この緊急脱出口に連動して展開される脱出用スライドは、浴道フェアリング内に備わる。LD-3 から46ワット、航空貨物コンテナを取り扱っている A320。リブの扉には、バルク貨物用設備も接続している。床下の貨物室は主翼を挟んで、前後に区画に分かれている。 貨物室には LD-3 から46または LD-3 から46ワット航空貨物コンテナを搭載できる LD-3 から 46-46W コンテナは大型機用の LD-3 コンテナと同じ幅で単通路機用に高さを低くしたものである LD-3 から46は 元となった LD3 コンテナと同じ地上機材で取り扱いでき、そのまま大型機へ搭載することも可能である。LD-3 から 46W の場合は、前方貨物室に3個、後方貨物室に4個まで収容できる。コンテナの積み下ろしの作業負荷を軽減するため、貨物室の床を電動でスライドさせるオプションも備わる。後部貨物室は、 生物を輸送できるように換気と暖房が可能である。また、広報貨物室のビブ側は、バラ積ツ貨物の搭載スペースに割り当てられている。貨物室の扉はすべて右辺にある。各貨物室には、LD-3 から46コンテナに対応した扉が1箇所ずつ設けられている。この扉は、外開きで、開口部の高さは1.24メートル。 幅は1.82メートルである。加えて、バラ積み貨物用として、内開きの扉が最後部にある。A320 ファミリーと737シリーズの、納入数比較2019年現在、アメリカン航空は、A320 ファミリーの運用数種の、航空会社である。本節では、A320 ファミリー全体と A320。 単体の運用状況について述べる。その他のファミリー機については、個別ページを参照のこと。2018年末の時点で、A320 ファミリーの総受注数は14,581機で、納入済みが8,525機、受注残が6,056機である。同時点において、A320 ファミリー全体で7,702機が、運行中で、 そのうちの7,097機が A320CEO ファミリー、残る605機が A320NEO ファミリーである。フライトインターナショナル市の統計によると、2018年7月時点で A320 ファミリー全体として、民間航空会社284社で7,506機が運用されている。地域別に見ると、 欧州の100社で2325機、アジア、太平洋地域の94社で2744機、南北アメリカの37社で1977機、中東、アフリカ地域の53社で460機が運用されている。A320 ファミリー全体の半数以上の機体は運用数上位1割の会社で運行されている。 アメリカン航空が392機を運用し、A320 ファミリー最大の運用者である。ついで、中国南方航空が261機、中国東方航空が248機と続く。また EasyJet はグループ会社で合計すると314機を運用している。この他に運用数が多い会社は、北米では、ジェットブルー航空、デルタ航空、 ユナイテッド航空、欧州では、ルフトハンザドイツ航空、ブリティッシュエアウェイズ、アジアでは、インディゴ、中国国際航空が挙げられるほか、エアアジアグループでも合計で200機長の運用がある。A320 単独では、2018年末の時点で総受注数が8961機、納入済みが5213機、受注残が3748機である。 運航中の機体は4642機で A320CEO が4151機 A320NEO が491機であるフライトインターナショナル誌の統計によると2018年7月時点で A320 は航空会社240社で4155機が運用されている地域別の内訳はアジア 太平洋地域の84社で1896機、欧州の78社で1235機、南北アメリカの32社で981機、中東、アフリカ地域の47社で369機となっている。A320 の運用数上位5位は中国と北米の航空会社で占められる。運用数主位はインディゴで162機、ついで、 中国東方航空が151機、ジェットブルー航空が130機、中国南方航空が128機、ユナイテッド航空が98機と続く。欧州で運用数主位の会社は、ブエリング航空、ついでージージェット、ルフトハンザ航空と続く。ージージェットやエアアジアは、グループ全体での運用数は200機近くに上るほか、 ジェットスター航空もグループ全体では100機長を運用している。また、ビジネスジェット版の悪事320ファミリーは、ビジネス機や政府専用機などとして運用されている。バニラエアの A320。同社は、エアアジアジャパンとして設立され、A320 を導入したが、親会社の提携解消により、バニラエアとなりその後、ピーチアビエーションに統合された。 日本の航空会社で A320 を最初に採用したのは全日本空輸である。同社は日本の国内ローカル線向けに737の後継機として A320 を導入し1991年3月から運航を開始した。全日空の A320 は後に同社系列のエアー日本との共同事業機材として運用された。 続いて全日空は A321 も採用し、1998年4月から就航させたものの、当時は同社の路線需要に合わず2008年2月に全期退役させた。A320 についても737に置き換える計画を立てたものの、改めて A320 の運行継続を決めた。また、2016年12月には新たに、 A320 ネオの運行も開始し、日本国内線や近距離国際線へ投入した。さらに A321 も再導入を決め、2016年11月に A321CEO、そして2017年9月には A321 ネオが就航している。2006年3月に商業運行を開始したスターフライヤーは運行機材に A320 を選定した。当初はリース導入だったが、後に自社購入でも A320 を導入している。2012年3月に就航したピーチアビエーションや同年7月に就航したジェットスタージャパンをはじめ、日本の格安航空会社でも A320 が採用された。A320 の受注、納入数は過評の通りである。 アビエーションセーフティーネットワークの統計によると2019年10月現在までに A320 ファミリーが関係する航空事故及び事件は153件発生している。そのうち機体損失に至ったのは航空事故が30件、テロ等の事件が7件、その他中期中の火災や自然災害等によるものが7件ある。この中で30件の事故により951人。 7件の事件により441人、1件のハイジャックにより1人が死亡している。以下、本節では A320CEO 及び A320NEO に関する事件事故について述べる。他のファミリー機については各項目を参照のこと。エイズンの統計によると2019年10月までに A320CEO が関係する。 航空事故及び事件は93件発生し、A320 ネオでの事故や事件は報告されていない。そのうち機体損失に至ったのは、航空事故が25件、テロ等の事件が5件、その他中期中の火災等によるものが6件ある。11件の事故により、計816人、2件の事件により、計216人死亡している。また、ハイジャックが一件発生し、 犯人一人が射殺された。A320 の最初の死亡事故は、1988年6月26日に発生したエールフランス296便事故である。デモンストレーションのため滑走路上を低空飛行した A320 が、滑走路の先にあった樹木に接触してそのまま墜落し、搭乗者136人のうち3人が死亡した。 この事故に続く2件の死亡事故はヒューマンファクターに起因したが、そこには A320 の飛行システムも関係した。1件目は1990年2月14日に発生したインディアン航空605便墜落事故で、インドのバンガロール空港に着陸しようとしていた A320 が空港手前に墜落し、搭乗者148人中92人が死亡した。 事故調査の結果、パイロットが高価率を変更しようとして誤って高度設定の部を操作したと推測された。その結果、飛行システムがエンジン水力を絞り、高価経路と速度を維持できなくなったが、この事態に乗員が気づくのが遅れ、回復操作が間に合わず墜落した。2件目は1992年1月20日に、 発生したエル・アンテール148便、墜落事故であり、フランスのストラスブール国際空港に着陸しようとしていた A320 が、空港手前の山に墜落し、搭乗者96人中87人が死亡した。墜落前の事故機は異常に大きな降下率で、降下していた。事故調査では、異常な降下に至った原因は確定できなかったものの、 高価格と高価率のモード選択をパイロットが取り違えた可能性が指摘された。事故後にエアバスは5人を防ぐように表示を改善した。A320 で最も多くの死者を伴った事故は2007年7月17日に発生したタン航空3054便オーバーラン事故である。ブラジルのコンゴーニャス空港に着陸したタン航空の A320 が 滑走路を逸脱し、空港式違いの建物とガソリンスタンドに衝突して炎上した。事故機の搭乗者187人全員と地上で巻き込まれた12人が死亡した。事故調査の結果、いくつかの要因が重なって、パイロットが着陸時の操作を誤ったと推定された。その他に100人以上が死亡した事故は、2000年のガルフエア072便墜落事故。 2006年のアルマビア航空967便墜落事故、2014年のインドネシアやアジアパス1501便墜落事故がある。2009年1月15日には US Airways 1549便富士着水事故が発生した。ニューヨークのラガーディア空港を離陸した A320 がバードストライクにより、 両エンジンの水力を失ったものの、上院の迅速で適切な対応により、ハドソン川へ、不時着水した。登場者155人全員が無事であったことから、ハドソン川の奇跡とも呼ばれた。2015年3月24日に発生した、ジャーマンウィングス9525便墜落事故は、副操縦士の自殺が原因だと推定されている。 バルセロナからデュッセルドルフへ向かっていた事故機は、副操重視の意図的な操作により、アルプス山中に墜落し、搭乗者全員の150人が死亡した。2020年5月22日に、パキスタン国際航空8303便墜落事故が発生した。事故機は、ジンナー国際空港に着陸する際、ジンナー国際空港 4km 手前の 住宅街に墜落した。搭乗者99人中97人と現場の住宅街の住人1人合わせて98人が死亡した。予備報告書ではパイロットと管制官の両方に問題があったと述べられた。ありがとうございます。